ます経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第一条から第七条の文言を一語一句 呼び飛ばすことなく大きな画面にしてお読みください。どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたら、なんとはこの動画の続きを見ることができません。すべての文言に承諾できた方のみが、この動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想をお寄せください。また、メンバーシップに、ね、登録された方は必ずこの LINE に 私まで連絡してください <coughs> どこのメンバーシップに、えー、いくらの、ね、メンバーシップに登録したのかというものをですねこの LINE に必ず送ってください、えー、秘密の動画、えー、並びに毎バ、えー、のねライブの動画は LINE によってですね、えー、参加を 許可しますんでね、えー、毎回ですね、LINE で,ですね URL を送りますので、えー、ただ登録しただけだとね、お金が取られて終わりってなりますからね、必ず LINE で私まで、ね、連絡ください。ステッカーを販売しております。LINE で問い合わせしてください。<coughs> 令和2年9月29日火曜日。 草コイン新聞 FX の中の研究会今日の千葉県松戸市はね、やっぱり空気冷たいですね、18度とか、<coughs> 今はね、11時ぐらいですから、まあ、20度ぐらいになってますけど、家の中は寒いですね、やっぱりね、上着を着ないと風邪ひいてしまうって感じですね、私もちょっと喉をやられて風邪ひいてます。 ただね、あの、太陽の光は、さんさんと、えー、照ってますんでね、<laughs> 秋の日和でね、すごく気持ちいいですね。まあ、読書の秋とかね、食欲の秋とか、秋の夜中とかね、いろいろ言いますけれども、あの、非常にね、過ごしやすいかなと思います。ただね、体調壊しやすいので、そこだけですね、気をつけなくちゃいけないっていうね。まあ、僕みたくね、あの、 FX やってる人はね、えーまあ、朝方、または <coughs> 日中にね、まあ、大体30分から1時間ぐらい、チャートを見てエントリーしてですね、まあ、大体30万から80万ぐらいかな、毎日稼いで、それでね、終わりということなんで、まあ、ほとんど仕事がないもんですから、お金はあるんだけどね、仕事がないんですよね。<coughs> ですから、まあ、読書したりね、映画を見たり、えー、掃除したり、洗濯したり、食事を作ったりですね、あの、今日もごみ,そごみ出しに出しましたけどね、朝ね、あの、非常にね、えー、家の仕事をね、やるっていうところが、まあ、一つの仕事になってるかなと思います。あとね、こうやって、まあ、暇つぶしに YouTube をやるっていう、暇つぶしっていうかね、YouTube をやってですね、あの、まあ、社会の、 とつながってるなっていうふにですねつながり感を出さないとですね、まあ、自分がどん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 こう <coughs> 糸の切れたタコのようにですねどっか飛んでいっちゃってですねああやっぱり自分は孤独で一人なのかなというですね喪失感がやっぱり出てきちゃうんだよねそうするとまたあのうつ病状態に入ってしまいますから YouTube とか SNS っていうのは本当にいいですね社会とのつながりをこう保つことができると はい、いうことですね。皆様もやってみてはいかがでしょうか。で、本日はですね、あの、2つ <laughs> 新しいニュースがありました。デジタル通貨の何が問題なのかっていうのと、うん、文句ばかりの勘違い中年員、会社員を襲う悲劇ということでね、この2つの記事を、うん、読んでいってみたいと思います。はい、その前に、 えー、為替なんかもいますけれども、うん、ドル円はまあ下がってきてますね、やっぱりね。うん、ドル円、うん、ちょっと待って、これ日足だから分かんないよね。5分足ぐらいで見ようか。下がって、あ、今上がってますね、ちょっとね。下がって、朝方下,下がったんですよね。ほんで、プルバックがあって2回やって、今あ、ちょっと上がってるけど、まあ、下がるでしょうね、これね。 後半分かんないですけど、1時間足ぐらいで見ると、まあもう、差が、下がりますね、これね。こんな感じ、見えないですね、白だとね。こんな感じ、あれ白色でお願いします。逆王眼型になってますね、これね。こんな感じで下がりますから、はい、前回も、前回もっていうか、いつも逆王眼型なんですよね、ドル円はね。 ドレンはいつも逆音欄型でまあ、ここもここからこうやって逆音欄型これもこんな感じですねまあ、全体的に見るとこんな感じですねここからちょうどここから逆音欄型ですねこれもちっちゃいですけどこんな逆音1型で多分ストーンっていって でまあ、あの今年も、ね、トランプ大統領の選挙があるんで101円まで落ちてからの、まあ、上がりと、まあ、いう予想がまあ出ているということで昨日、ね、お話し,しましたよね、はい。あとビットコインは下がってきましたね、今日は、ねえーまあ、厳しいですね。まあ、いくらの <coughs> いくらのですね、<laughs> いくらじゃないですけど、デファイ、まあ、分散型あバブルが今起きてますけどね。とは言ってもやっぱり厳しいかなと思いますね。まあ、ただ年末にかけて上がっていくと思いますね。180から200万ぐらいまでは。もう10月ですから、まあ、10月から12月の間に。 まあ上がっていくと思いますね200。180万から200万ぐらい上がるんじゃないかなと思ってます。あとは日経平均は下げてますね。40円だけ下げてますから、まあ大したことないと。あと商品、先物もののゴールド。ゴールドはね、下がってますね。これね。あのはい、ここに来て、まあ下がるこれ下ですね、ゴールドは。うんリ、リスクオフですね。下がってるから株が上がるでしょうね。 はい、だから、為替は下がるでしょうね、これね。で、まあ、週足見るとどうだ下がってますね。まあ、前回高、ね、高値ダブルトップつけて、月足見てみますか、ダブルトップつけてですね、ここ、つけましたね、ダブルトップね。ダブルトップつけて、まあ、こんな形で下がっていくと思いますね。 はい下がると思います。かなり、かなり、うん。ここがこうですからね。かなり下がると思いますね。これはね。下がっていくと思います。世界は安定してきてますからね。なんとなくね。見方によってはね。はい。それでは、まずデジタル通貨の何が問題なのか。仮想通貨、リブラ、ショック、デジタル人民元のどこから読み解くレビューと。 いうことで、これは今日の朝7時に配信されたものですね。これをまずは読んでみると。まあ、この本,本の内容を、まあ、本の宣伝って感じですかね、これね。はいせ。金融庁や全銀ネットの審査会などに参加する、えー、中島さんがデジタル通貨の動向を詳細に解説したアフタービットコインに仮想通貨対中央銀行 デジタル通貨の次なる覇者を観光、本書にて、極、え、東、ー、ブログを運営する何々さんが読みどころを解説したと、まあ、本,の本の内容というか紹介ですね <coughs>。デジタル通貨の何が今問題なのか、本書を読んで、ようやくその問題の所在に気づかされたと。まあ、デジタル通貨と仮想通貨違いますからね。 えー、もっとのんきに考えていた近未来に自然にデジタル通貨というものが世界中で普及する日が来るだろう。だから今のうち最先端の関連知識を学ぶのに本書は便利な書物だろう。そう思ったまま、えー、読み始めたのである。もちろん本書は啓蒙的な側面から読まれてもいい。技術解説書として読まれてもいい。十分な適切な書籍であると。 嫌な予感はあったのだ。2019年6月18日、去年ですね。<coughs> アメリカ・フェイスブックが自社のデジタル通貨・リブラの計画を公表すると、即座に世界の金融当局、特に欧州、ヨーロッパ、EU や米国議会が過剰とも思える反応を示した。確かに。日本も過剰でしたね。あの時もしかし、えー、もしかしたらこれはかなり重要な問題なのではないかと薄々疑問には思っていた。だが、 リエブラも所詮日本での SNS 大手の LINE の決済サービスやソフトバンクを、はい、系統とする PayPay のようなものだとも思っていたあの違和感の正体があと、えー、読み終わった後分かったと呆然としたとあ然としたとまあ Facebook の社長は若いですけど彼はあのロックフェラーの孫ですからね ソ、はい、孫さんとかあのソフトバンクの孫さんとか LINE の一般ピープルとは全然違いますからねそのリブラの重要性は第一部で詳細に示されているこの認識こそがまず本書から得られる最初のメリットだろうあえて一言で言えば通貨試験の危機であるこのままリブラ計画が実施されていれば国家あるいは国家連合の中央銀行が従来独占的に発行してきた通貨というものが 一民間企業に、えー、凌駕されるという事態が起きるかもしれないリブラの計画は既存のあらゆるデジタル通貨よりも優れたものであったと。<laughs> まあこれ見ないと分かんないってことですね、この本ね。まあだから今の中央銀行制度が、まあ、そのままね、あのー、リブラに変わるだけなんで、うん、う何を言ってるかよく分かんないですね。その後、リブラの計画はどうなったか、短期、 間で変更要約された通貨主権を脅かしかねない早々に牙が早々に抜かれたわけである。それでも各国の中央銀行は早急に目を覚ますことになった本書の言葉を借りれば、中銀デジタル通貨の実用化が読み段階に入ったのである、具体的にどのようになるのか、まあ、中議銀というのは中央銀行制度ですよね、それが本書の第3部のテーマであると。 中央銀行制度っていうのは、えっとまあ、ロックフェラーとロスチャルドが作った、まあ、特許を持ってる中央銀行制度でこれはまああのすごく当たり前の話なんですよね。はいまあ、各国、まあ、第一次世界大戦第二次世界大戦っていうのは各国が、まあ、通貨発行権を持ってたもんだから、まあ、戦争するにはお金が必要だからね勝手に。 お金,を印刷お金を印刷してねそれであの世界からですね資源を石油を調査したり火薬を調査したりね、まあ、原爆を調査したり、まあ、戦車買ったりあのミサイル買ったりあの鉄砲を買ったりしたわけでしょただ、そうすると、まあ、そのお金ってのはどのくらい印刷されてるかわからないまあ、まあみんな。 武器とお金を、あとは食料とか原、原材料とお金を引き換えたわけだけども、まあ、戦争終わって、まあ、あの、いや、むちゃくちゃアメリカのドル発行されてんじゃんとか、日本の円発行されてんじゃんっつって、まあ、紙くず同然になってですね、まあ、世界経済がボロクソになったっていうのと、まあ、あの、各国、まあ、国にね、あの、通貨、 紙幣発行権を渡しておくと、まあ、戦争が無尽蔵にできるわけですからね、まあ、これじゃまずいってことで、えー、どこかが <coughs>、まあ、通貨発行権を管理する必要がありますよねそれを行っているのがロックフェラート・ロスチャルドの中央銀行制度ってやつですよね、まあ、これは本当に素晴らしい制度だと思います、うん、というかこれがないとも戦争をしっぱなしながらね世界はね でリブラショックとでも言うべき衝撃を受け、先進国の中央銀行と BIS 国際決済銀行が一丸となり、CBCD 中,中銀デジタル通貨の研究会を立ち上げた中でも BIS の危機感は強い。次なる課題にはデジタル人民元があると。えー、中華人民共和国は今年の5月からいろんな都市で、えー、4都市でテスト運用開始とさらに2022年の北京、 冬季五輪に向けて会場付近での実証実験も追加された。西側諸国が手をこまねていれば、通信技術における 5G と同様、実際通貨分野でも中国に主導権が握られる。本書のその詳細は詳しい背景から、そもそも CBCDC とは何かあという原点も探っていく点も,も冷静であると。中央銀行と実際通貨、まあ、あの、まあ、お金、まあ、 各国のお金ってありますよね、アメリカのドルとか日本の円とか、中国の元とかね、まあそい、いろいろあると思いますけれども、それをデジタル化してね、あのお財布の中から、えー、<laughs> 紙幣とか貨幣をなくすと、日本もやってますよね、まあ、韓国なんかも10年ぐらい前からやってますけどもね、で日本もスイカで払うとかね、クレジットカードで払うとか、えー、やってですね、<laughs> だいぶ現金使わなくなりましたよね、僕なんていうのはもう20年ぐらい前からですね、クレジットカード一色ですね、クレジットカードとか Suica、まあ、とか電子マネーですね、一色で、まあ、現金持ち歩いてもいないし、最近、触ってないですね、現金ね、はいで。子供にお小遣いあげるのも、まあ、LINEPay であげたりね、しましたから、でデジタル通貨でね、あ渡しましたから。<coughs> l i n e イでスマホからスマホまでお金が飛ぶんですよね、1000円とか5000円とかね。はい、だからあの、個人間でじゃあちょっとお金あげるよとかねあの、お金返すよとかっていうのも、今もう気軽に無料でできますからね、l i n e イとか PayPay ペイペイとかね。はい、まあもちろん仮想通貨でもできるんだけど、仮想通貨重すぎる、はいあの。アドレスを聞かなくちゃいけないとかね。 うん、あと、送金手数料が必要だとか、まあ、アドレス間違いでね、送金が届いてないとかっていうのがあるんで、まあ、ビットコインとか、<coughs> イーサリハムとか、リップルとかっていうのは、まだまだ、あまあ、使い勝手が悪いですよね。使い勝手が悪いのと、まあ、品質が悪いので届かないときがあるんでね、それに比べたら、LINEPay とか、PayPay とか、メルペイとかね、 まあ他にも aupay とかなんとかペイっていっぱいありますよね <coughs>。もうね、ほとんど現金のように扱うことができますから、あの、伸びると思いますね。で、あの、このね、あの一応インターフェース、まあ、使い勝手は一応もうあのデジタル通貨になってるわけですね。で、中身の動くお金が今は日本円なんですよ。日本円になってて、その円は、 まあ一応、あの紙幣ですね、紙の通貨となっているわけですよね。ただ、それをデジタル通貨に変えちゃうだけでいいので、まあ、日本はもうそこそこデジタル通貨の整備が整ってて、もう実証テストも終わっているような感じですね。で、CBDC に至るまでの混乱状況第2部。 アルトコインからデジタル通貨で扱われると混乱は大きく技術問題と社会問題の2面から検討されている技術問題の面で興味深いのは51%攻撃であると堅牢と見られていたブロックチェーンの安全性はすでに破れている誰でも承認作業に参加可能な仮想通貨では現状対抗できないようだと。ということまあ、まあ僕はねあのブロックチェーンっていうかその中央 中央サーバー制度、まあ、中央管理制度にしてないのしてないのが仮想通貨のいい面だって言われてるかもしれないけども、でハッキングにあったら終わりじゃんかってよってね、一般消費者が損をするだけなので、僕はブロックチェーンでありながら、あの中央管理制度でいいと思いますよ。実際問題、ビットコインだって、ビットコイン開発者が 実際問題は、あの、中央サーバーで管理してますからね。あとはブロックチェーンの、あの、仮想通貨っていうのはブロックチェーン技術の上に、あの、公開鍵認証方式が乗っかってますから、公開鍵っていうのは認証局で認証してますから、認証局っていうのはどっかの誰かが管理してますからね。だから中央管理されてるわけですよ。絶対に。絶対に仮想通貨っていうのは。だから、あの、管理されてないとは言え,言えないですね。 社会面で驚かされたのはまず北朝鮮の関与だ、そして現状におけるビットコインの新しい存在意義である私はビットコインバブルが終わり保有者は塩漬け株のように持っているだけだとばかり思っていたそうではないしすでに2019年末の時点でビットコインの市場占有率は70%まで回復していると、まあ、今価格が上がっているということですよね、ビットコインのね。 ビットコインは仮想通貨と呼ばれているものの実質的には投機の対象であり決済性は低いまあだからビットコインでね物ののを買ったり決済してる人はほとんどいないですよね海外の人が、えー、お金を送るときにですね、まあ、ビットコイン仮想通貨だったら非常にいいですね安いからねはいペイ,ペイパルとかっていうのもありますけども えー、こっちの方がいいね。安いからね。手数料安いですからね。仮想通貨の方が。海外への支払いはあのー、仮想通貨の方がいいね、うんあのーえーっと。クレジットカードなんかも手数料高いですからね。他方 <coughs>、決済手段ということであれば価格が安定した別種の仮想通貨が好ましい。そこでドルなどと連動してステーブルコインが活用されている。まあ だから実際には決済に使われている風はない。一体何が起きているのか。本書が行き出すのはビットコインの投機などで得た利益がステーブルコインに移されている実態の中でもテザーの薄暗い背景に驚かされた。まあテザーはあの決済通貨というよりはあの資,資産の保管通貨ですよね。うん。決済されているのはモネロとかね。あのモネロとかですね。えいわゆる 匿名通貨ですね。匿名通貨はむちゃくちゃ決済に使われてますよ。まあそ、調べられてないと思いますよ。あれはマフィアが使ってますからね。まあ、こういう大学の先生とか、まあ、表向きの人はマフィアに取材なんかできないし、まあ、まあ、無理ですよ。その、はい、アンダーグラウンドの世界でね。<laughs> あのー、仮想通貨がやり取りされてて、麻薬の密売、麻薬とかね、人身売買とか武器の売買でね。 あそ,んなあそんなとこちょっとでも本に書いたらもう殺されちゃいますからねあの日本ではあの殺されちゃいますからねあの芸能人みたくあ自殺のようですってって終わりですけどあれはあの最近新しく開発,開発されたねあの薬があって、えー、<coughs> ハンカチに染み込ませてねちょっとでも鼻から吸うとすぐ一コロでころっていっちゃう新しいバナナフィッシュみたいなのがあるんですよね。 で、つくづくマネーの世界はあ、機械だと。機械だ。デジタル通貨は CBCDC の普及で終わることはないだろう。今後はビットコインやテザーのような民間通貨も連動し、えー、一種のディストピアにもなる。本省の知見はマネーに対する現代、市民の危機意識にも向上するものだと。よくわかんないですね、この人ね。うーん。何を言たいたいのかちょっと全くわかんないですね、これ。薄っぺら。 また怒られちゃうけどね、薄っぺれ記事だっていうとね、ま,あ、あのまずはあのお金って何かっていうところから発展してるんですけども、お金っていうのは人々を、まあ、<coughs> 奴,隷奴隷社会っていうのは足首にさ、ねあの戦、戦中まではね、第二次世界大戦中までは奴隷制度っていうのが全世界にあったわけでしょ、まあ、植民地制度。 まあ世界のほとんど、日本とタイ以外は、アジアは全部植民地だったからね。西洋とかアメリカの植民地だったから、日本とタイ以外はね、王国以外はね。うん、で、それで、えー、日本があの奴隷制度を解放するアジア解放戦争ということで、太平洋戦争をやったわけだけども、アジアを解放していったわけですよね。ヨーロッパとかアメリカからの奴隷、植民地世界からね。 そして足にさ、おもりをつけられてたでしょ、みんな。で、そういうものを一人一人解放していったわけですよね、特にアジアは、日本がね。で、それで今でも日本はあ,のありがとうって言われてるわけですけれども、まあ、それであの、ヨーロッパの人とか、アメリカ、まあ、特に、コーカソイドだよね、白人の人たちが、くソ,クソこの野郎ということで、 じゃあ今度は、ね、その目に見えない奴隷制度を作ろうということで、えー、その金融制度、まあ、あのいわゆる通貨制度国際通貨制度というのを作ったわけですよね、まあ、それで、えーまあ、あの頭の悪いバカな人間はあの借金で苦しめられるわけことになったわけですよ。金利というものを、ね、奴隷制度に使っているわけですよねで少しでも借金をするともうそこから逃れられないと。 で今は金利制度、金利を、まあ、グレ,グレ、えー制度ってなくなりましたけれども、その代わりにですねあのリボルビングリボ、リボ制度っていうのを作って、まあ、リボ、普通のねショッピングは金利ゼロですけれども、お金払えないからって、ちょっとでもリボに変えるとですね、最大、えー、18%のね金利つけられてしまって、これまた返せなくなっちゃうんですよね。まあ、それであみんなね、 えー、クビになっていくとそれと、まあ、そその国際通貨制度だけだと、まあ、奴隷にならない人たちがいるから、まあ、それ借金しない人たちがいるからじゃあということで、えー、正社員を、まあ、派遣社員とか契約社員という形で非,非正規社員に変えたわけですよね。そうすることによっていつでもクビになるっていう恐怖恐ろしさ。 というものをですね、全世界の一般ピープルに与えてですね、ええー、まあ、上のもの、いわゆる白人に逆らうとですねい、いつでもすぐにクビになってですね、お金がなくなるよと、食っていけなくなるよっていう、まあ、奴隷心を植え付けてるわけですよね、今でもね。日本だったら竹中平蔵さんが、まあ、日本代表のイルミナティーですからね、やってますし、 まあ、そして、一旦ね、いや、そんなことねえだろうってね、自ら会社辞めていった人は、もちろん借金するわけですよ。で、借金すると金利があるから、そこから抜け出せなくなって、また、奴隷がさらに地獄に落ちてですね、最後は、まあ、自殺という形になってしまって、ああ、恐ろしい恐ろしいってなってですね、それを見て、一般の奴隷の人たちは、奴隷制度からさらに抜け出せなくなるという、 えまあひどいね制度を作っていまだにですね戦中戦前戦中と全く同じえ白人と白人以外のまあ有色人種ですねあの東洋人とか黒人とかですねまあその格差が全くもって解消されてないんですよねそれでこの 話全くよくわかんなくてですね、ここの本、本読めってことなんですよこれね。で、これちょっと本読むう、本、うん、どうしようかな。まあ、ちょっと本、これは多分読まないと思います、僕はね。買ってもしょうがないと思ってるんですけど、要はですね、あの、アメリカが中心となって、えー、アメリカとヨーロッパがね、中心となって、 今まで世界通貨制度っていうのを作ってたんですよ。ロックフェラーと、ね、ロスチャイルド。ロックフェラーはアメリカ、ロスチャイルドはイギリス、ヨーロッパですね。を牛耳ってたんだけど、あ勢力が弱くなって今、中国が強いんですよねで。中国が国際決済銀行を作ったじゃないですか、もう10年ぐらい前ね。でそれであの全世界が参加して終わるわけですよね、国際決済でねで。その中国の国際決済銀行が、 デジタル人民元を作って、もすでにやってるよってことなので、えー、デジタル通貨になるときは、もう中国が主導するよと。で、アメリカ、イギリスっていうのは、あまあ、金融からね、没落してですね、世界の金融は、あの、北京、北京に、北京か上海か分かんないですけど、になりますよって話ですね、これね。うん、っていうか、まあ、そうしましょうっていうのを、もう、あのイルミナティが決めたから、 で、あの、ロックフェアとロスチャイルド、やっぱりダメだったな、こいつらと。ということで、お前らどけっていうことで,で、中国にですね、これは、あの、中国、メ、あの、リー一族っていうのがいるんだよね、これね。リー、リって、リーってさ、あの、リーってこう書くんだけど、あれこうだっけリー、あの、リーってな、リ ね、あのリー一族っていうのがいるんだけどこれがさあのメイソンリーなんですよねメイソンリーであのアメリカはアメリカとかヨーロッパにはさあのフリーメイソンとあのイルミナティがいるわけですよでだから EU はフリーメイソンがいるわけでしょでアメリカにはさん ?EU には フリーメイソンがいて、アメリカにはさ、イルミナイティがいるわけでしょ。で、その、えーあ、で、アジアの中国にはメイソンリーがいるわけですよね。で、メイソンリーが全部仕切ると、金融はね。いうことになったわけですそ,そういう話なんだ、これね。うんでそそ。その裏側のさ、まあ、いわゆる陰謀論に入ってきちゃうけど、そこら辺の話は、まあ、普通の人はできないでしょうね。なんかあの、頭いかれてんじゃないかなって言われちゃうからね。 まあそ,この話そこの話まで法律だけないと、この話は分かんないですよね。仮想通貨の話はね。じゃあ次いきます。自分はちゃんと評価されてない文句ばかりの勘違い。中年会社員を襲う悲劇ということで、今日の朝6時1分配信です。限定ビジネスですね。独立を目指す会社員が増えてきたが。 東京商工リサーチが7月3日に発表したところによると2020年上期に早期希望退職者募集を実施した上場企業は40社41社となったそうですコロナでねこれはすでに2019年1年間の件数35社を6社上回っており上半期で40社を超えるのはリーマンショックの2010年上期の66社以来10年ぶりとのことですとああ、リーマンショックの方が多かったんだね こうした背景があるからでしょうか昨年の後半以降在職中の会社への不満から転職や資格取得による独立を目指すという40から50代の相談者が増えてきました相談者どこに相談してん、ね、のこれ現代ビジネスに相談してるわけじゃないよね会社への不満といえば給料の問題や上司との人間関係を想像しがちですが えー、こうした独立や転職を考える人の相談では、こうした不満は実は多くありませんと。と。あ、給料の問題とかないんだね。彼らの不満というのは、会社側の評価と自分の実績への評価に大きなギャップがあり、それが許せないということなんです。あ、そうなの私は本来、退職するのにふさわしい状況では何にもかからず、会社への感情的な不満から早まった退職をしてしまったため不幸な、その後送っている人を少なからず見てきました。 また会社から早期退職を強要されているが、その理由に納得できないという人からの相談を受けることも少なくありません。まあ、会社側からは理由なんて何でもいいんですよね。理由なんて何でもいいか、お金がないから早くやめてくれってことですね。そして <coughs>、あの、いや、君はね、優秀だから残ってくれってことは言えないんですよ。一律年齢で、えー、首切りな例えば45歳以上だったら一律に首切らないと、 労働基準法違反になりますから、ねまあ君は55歳だけどあの会社にね貢献してくれたんで君は残ってくれっていうことはできないんですよそれが早期退職制度ですからそこら辺分かってないん、ね、だこれね <laughs>、うん、しかしそうした相談者の言葉にやや疑問を感じることがあるのも事実ですつまり会社への不満が本人の誤解に基づくものもっと言えば勝手な思い込みであるというわけです 当然そうした勝手な思い込みで会社を飛び出してもういい結果は得られません。まあ、大体の人っていうのはあの給料以上稼いでないですよね。お給料以上の分稼いでない大体給料泥棒ですよ。僕なんかもそうでしたよね。はい、でたまにねあの、とんでもないアイデアを思いついてそれ製品化してね、バカ売れしたことがあるかもしれないけれども。 それをあの開発するまでの間あのどんだけ会社はねあのひ給料払ってくれたかですよね、まあ、青あ例えば昔々青色発光ダイオードをね、えー、開発した人がいるでしょうノーベル賞を取りましたけれどもその人がさあのノーベル賞を取った後にね会社を訴えてですね 青色発酵大用の特許料を持ってくれ、持ってくれって,ってまあ一1億何千万もぎ取ったじゃないですか。あれは僕は違うなと思いましたね。だって、それ開発できるかどうかなんて、誰にも分かんなかったわけじゃないですか。一か八かの大勝負でさ、でそれまでね、あの一切毎月毎月、じゃあお前自分の給料分稼いでたのかって,って、稼いでないですよ。何年、何十年という間。 会社はその人に投資して、たわけでしょそしょそて芽、えー、が出る人なんて1000人に1人もいないわけですよ。ね、ましてや、青色発光ダイオードなんかできないって言われてたわけですから、そういう危険な投資にね、その会社側は何,何億、何十億って投資したわけでしょ、給料以上にね、あの設備買ってくれ、この設備買ってくれってね、何十億とか、下手すら100億ですよ。 でそれでたまたまですよ。たまたま青色発光ダイオードが開発できたところで <coughs>、ずるいじゃないかと。俺にも特許料持っとくれと。ね。まあ、これは僕は人としてどうかなと思いましたね。会社は、あの、だって成功するか、失敗するか分かんないものに、ね、何十億何百億って投資してきたわけだから、それをまずは、まずはそれをありがとうございましたって言わなくちゃいけないし、今までね。 あの自分のことを信じてくれて毎月給料お給料いただいてねそして家族も幸せで子供もね学校を行かせることができましたとそれそのですね恩を、えー、やっぱり会社側に言わなくちゃいけなかったよねそこで今回は組織の貢献度の認識のギャップの事例を中心に本人が分析する自己評価と会社が下す評価のギャップが 原因の不幸な事例を紹介していきたいと思いますと、えー。年下社員が先に昇進してしまったと。メーカー営業所所長 A 所長50歳当時。面接当時と <coughs> <coughs>。私の若い時代は、あれ何やこれ。私の若い時代は24時間仕事付けが当たりました。24時間は働いてねえだろって。寝る時間もあるし、ご飯食べる時間もあるしね。 あのトイレ行く時間もあるから24時間は仕事してないはずと思います頭の中ででかな先輩からも上司からもそういう鍛え方をされていましたその結果40歳を前にして今の役職に就くことができましたと所長ねこんな風に唇を切ると A さんは私に言いましたと彼は部下とのランチでもアフターファイブでもいかにして今の仕事の質を高めるか 実績の限界に挑むかを議論することは将来お方にとっても得難い財産になるというのが信念で、勤務時間外にも部下とのコミュニケーションをとり、さまざまなまな言葉で発泡をかけてきたそうです。本社での予算会議や反則会議、えー、企画検討会では率先して発言し、場を移しての懇親会や交流会の席上でも若い頃と同じように徹底的に意見交換をしています。にもかかわらず、 最近部下との距離を感じます。せっかくの貴重な経験談を聞く機会を設けてあげたのに理由をつけて出てこなくなった所長会議の際もどうも自分だけ懇談の場に呼ばれていないような気がするのですと。もう同じことばっかり言ってんじゃないずっと。年取るとさ、同じこと,と同じことをループしてるんだよね、ずっとね。うわ、またこの話かよって。 こうした不満が溜まっていた A 所長にとって何よりの屈辱なのは自分よりも実績が低い若手が私を差し置いて昇格したことなのです。これはも人事の人事とかこの人の上司のやり方ですね。お前はか何度言っても分かんないなっていうことで、まあ、人事制度をつく使ってね、えー、分からせるわけですよね。 A 所長によると今の会社は変わったこれだけ仕事に全力で取り組む真面目な私が向かわれないなんて間違っているとのことだから会社が早期退職を募集しているここのタイミングで思い切って外に飛び出して自分の実力を他の舞台で確かめたいというのが彼の相談でした彼らの話を聞いていた私は以前別件別件でお話にお世話になった会社の人事部長との世間話の中で出てきた会話を思い出しました それは空気の読めない部下、自己投資が過ぎる部下を持つことの悩みですが、その部下というのがまさに上記の管理職と同じで、自分の仕事に向けている熱量が正当に評価されていない、昇進が遅いことに常に不満、不平不満を持っていたということですと。まあ、空気が読めないというのは嫌だよね、本当にね、もう早く借りたいのにずっと同じこと言ったりね。 上司と部下と立場は違っても、周囲に与える影響が共通していますと。まあ、あのね、24時間仕事をしている人っていうのは、仕事のできない人ですよ。仕事っていうのは、まあ、今、7時間労働かな。8時間労働している人はいないでしょ。今、7時間労働に変わったと思いますけれども、1日7時間でね、あの結果を出さないと。24時間働かないと結果を出さないと。その人は、本当に仕事のできない人だと思いますよ。 どちらのケースもおそらくは純粋に仕事一筋の思いから来る行動なのですが周囲からは迷惑な存在としか見られませんまあ自分は自分のね予定があるし家族とか子供が生まれた子供を会いたいから早く帰りたいしね友達と飲み会があったらそっち行きたいじゃないですかだから誰も思ってないですよ昔と違うからバブルの前のね高度経済成長の時と違うんでね今は全然成長してないんで であなたがあの24時間働いても成長しないから、その会社は。日本も成長してないし、じゃあもっとね、その大阪大学の正木和美先生のようにですね、あのあねあのアトランティス時代の,あの科学者のだった時のの、ね、製品を思い出してくださいよと。そしたらまたね、あの工業立国、日本に戻るじゃないですかと。そこまでの能力がなはないんですよね。そういう人がばっかりなんですよ。結局日本っていうのは <laughs> 高度経済成長の時に、大阪大学の正木和美先生が、アトランティス時代の最先端の電化製品の設計図を思い出してくれたわけですよね、それ4000、4000個ぐらい思い出してくれたわけですよね、それを、まあ、日立東芝、三菱、富士電機、えー、西富士通、ソニー、えーまあ、そのほかね、電気メーカーがパクって作っただけなんですよ。 ああうん、そりゃ売れますよ、だってアトランティス自体の最先端テクノロジーですからね、それはどこの国も思い,思い当たらないでしょうから、売れますよ、それがね、松井克実先生がお亡くなりになっちゃったので、もうここまで衰退しましたね、ソニーだってもうエレクトロニクスは作ってないでしょう、だってウォークマンとか作ってないじゃないですか、ウォークマン作ってもしょうがないんだけど。 でその正木和美先生の分身が今は韓国とか中国そしてアメリカのアップルとかにねいらっしゃるんですよねそれであの、まあ、アトランティス時代とかムータイム時代とかねあのそういう科学者の人たちが今はまた作ってるからね、うん、だからあの韓国中国アメリカというのは、まあ、世界の最先端のテクノロジー行ってるわけですよね 日本にはもういらっしゃらない、いないんですよね。<coughs> せっかくの頑張りもどう起こすと自己投資するもいい加減に、いい年をしてオンオフの切り替えができないのか、時代遅れの自覚すら持ってないというマイナスの印象を与えてしまいます。確かに A 所長の現役時代にはやり方が時代に適した方法だったのかもしれませ、あ、が、今も同じように通用するということは言えません。自分の成功 事例に固執しているだけと周囲からみなされていることにまだ気づいていないようでした結局相談者の A 所長はその後当初の考え通り自分を認めてくれる会社を信じて早期退職を選択したもののいだ不本意なアルバイト生活を続けていますと僕もねあのまあ僕もさその会社辞めてねあのブラブラしてたんだけど あの、いろいろお呼びかかるわけですよ。ヘッド、ヘッドハンターからね。会社、会社辞めてっていうか。まあ、あの、投資、投資家生活をしてたんだけど、まあ、もう一回やらないかっていうことでさ、まあ、三菱電機でね、エンジニアで、で三菱商事で営業もあったから、まあ、あの、ヘッドハンターとしてはさ、いろんな会社に紹介できるわけですよね。僕のことね。で、まだ38歳とか若かったから、 だからヘッドハンターがさ、いっぱい来てね、で表参道のヘッドハンターは、Google のね、AWS って言ってあ、Google じゃなくて、Amazon か、Amazon の,あのサーバーの、えー、プロジェクトに入らない方、Amazon Japan ですよね。言ってきましたけど、まあ、Amazon なんかもね、やっぱりあのたくさん喋る人は嫌いだって言ってましたね。うんまあ、無口で。 え必要な言葉だけを喋ると、イエスかノーで喋ると、そういう人が好まれるって最近はね、言ってました。もう、営業マンだからって言ってさ、ベラ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 ね、あれことないこと喋る人はもう嫌われるって言ってましたね。グーグルとかアップルなんかもそうだと思いますけど、日本は、日本はね、そういうことないんですよ。三菱商事とか伊藤忠商事でも、よく喋る人は好かれますけど、 アメリカはもうダメだね。うん、イエスかノーっ,って。クールな人、うん、あんま喋んない。学歴とかあんま関係なくて、あんまり喋んなくて、はいあ、やります、できます、わかりましたってね。それだけ言ってれば合格ですね。はい、あと、ちょっと、あと2ページ、3ページあるんですが、 ちょっと長くなっちゃったんでね、あの、次の動画にしますね。これは次の43歳の人と、あと、これはだ、次、あと43歳の人だけか。あと一人だけいますけど、次の動画はまたね、ご飯、お昼ご飯、今11時52分なんでね、お昼ご飯食べたらもう一個ですね、動画を作りたいと思います。今回の動画はね、これで終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。 はい。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。